はい、メダ家族ドウェス、いつもご視聴誠にありがとうございます。これね、異種交配やってみます。ただこの透明輪のメスなんですけど、3匹見かけ同じように見えると思うんですけど、全身が体外光、全身体外光、側面も上からも体外光が乗る。そしてなんといっても透明輪、まあ片頬もいるんですけど両頬もいます。ここにこれオスがいないんでどうしようかなとなった時に困ってたんですよね。困っていたらこの体内が黒い黒百式っていうかな、これの側面光ね、側面光乗ってるバージョン、これの透明輪が出ちゃったんですよ。見てください、両頬が透けちゃってます。このイワシみたいなやつね、一匹だけこれオスで、でこれをもうかけるしかないぞっていう展開。そうです、まあ実はですね、この2種類というか、どっちも固定されてないんですよね。完全には固定されていない。だからどんな感じになってくるかというのがさっぱりわかんないんですけど、おそらくこの掛け合わせは私一人しか多分やっていないんじゃないかなと、まあ、やっている方いたらまた教えてほしいんですけど、どういうメダカになるよというのを教えてほしいんですけど、おそらくまだね、私一人じゃないかなとは思うんですけどね、どちらもちゃんとした名前というかニックネームというかないですね。どちらもない。そしてこの2つが2種類のメダカが掛け合わせてうまいこと透明輪の側面にこう光が乗ったバージョン出てきたとしたら、どんなメダカになるのか、どんな感じになるのか、これはね興味深い。全くね想像つかないんですよ。何しろこの2つのメダカは初めて見たんで、今年というか、まあ今まで初めて見たメダカ同士をかけるんですよ。だからもう難しい、これは難しいよ。予想がどうなるかな、これ予想がつかないんだけど、わかんないわ、どうなんでしょうねこれね、全くわかんない。やったことある人というか、まあ、見たことがあるというか教えてください。こんなになったよという、こんなになったの見たよという、そういう情報よろしくお願いいたします。いやすごいわこれ、このね2匹はねすごい、多分ね産んでくれると思うんですけど、透明輪のこのオスも1匹しかいないので、なんとか殺さないようにやっていきたいとは思うんですけど、すごいよねこれはね。これ上から見たとこね、イワシくんが上から見ると体内光見えるかな、あんまり乗ってないんですよね体内光は。
で大概背中に光が乗ってるのはやっぱこの3匹青い光が乗ってます。そして体の中はゴールド、これがねまた綺麗なんだわ、うん、黒容器に入れると最高ですよ。これラメはね乗ってないですね、ラメはない。透明輪にラメが乗ってるメダカ見たことない。まあ滑るって言いますけどね、滑るっていうかまあ乗らないんですよね。あやっぱこのね黒いねイワシくんは体内ちょっと光ってるの見えます。これね本当はちょっと甘いんだけど、うん、全身に乗る可能性もあったんだけどこれは乗らない感じだな、うん、もうここ止まりかなって、まあ、あとはまあ側面の方は、うん、全体に来ると思うんですけど、ギラッと来ると思うんですけど、でとりあえず両頬は今塞がってない状態なんだけど若干乗っちゃってるんでそれが拡張してくる可能性はあるんだよな、片頬になっちゃう可能性があるんだよね。今んとこは大丈夫なんだけど成長に従ってやっぱ体外光っていうのは、うん、伸びますね。横の光も伸びちゃうんだよね。だからエラに点っていう感じで乗ってるんですけど、それもおそらく伸びてくる。残念ながらこれはね残念だわ、うん、そこが一点残念なとこ。うまいこと子供で両頬透明輪の側面光ってる、背中も光ってるっていうメダカが出ると最高なんですけど、まあとにかく F1 は数多く撮ってみて、うん、いろいろ見てみたいと思うんですけど、うん、またご紹介できればいいんですけどね。ということでこの辺でドローンします。では画像の方はもうちょっとありますので、もしよろしければ見てやってください。メダカ族でした。ピヨヨン。